ニューモシスチス・イロベチーはニューモシスチス属に属する死脳菌の一種である。人におけるニューモシスチス肺炎の起因菌であり、抗天性免疫不全症候群など、免疫不全状態における日より未感染で広く知られるようになった。この菌の名前は、1952年に人でのニューモシスチス肺炎流行を報告したチェコの寄生中学者、夫を色別にちなむものである。 イロベチーは、その他の心筋症と異なり、一般的な抗心筋薬の多くが無効で、原虫症の治療に用いられる、ST 合剤やアトバコン、ペンタミジンに感受性を持つ。学名には、P ジラベッキーと P ジラベッキーの2社が混在しているが、これはかつて原虫の一種と考えられており、国際動物命名規約が採用されていたためである。 1909年にシャーガス病へ名を残すブラジルの微生物学者カルロス・シャーガスが発見した後、新種の原虫として同定され、1912年にイタリアの微生物学者アントニオ・カリニの名前を取ってニューモシスチスカリニと命名された。その後、18S 名の解析などにより、新菌であることが判明したほか、旧来ニューモシスチスカリニとして知られてきた菌はラットを縮しと、 するべつ菌種だと分かり、現在のニューモシスティスイロベチーへと解明された。現在の学名は新菌であることから、国際藻類、菌類、植物命名規約を採用した P ジラベキーとすることが一般的である。学名の発音について、2002年にはイ、e、エローヘッド G、2017年にはノーモシス、ティズイエローヘッドゼとの論文が出されている。 その日本語天気については多くが入り混じっているが、この記事では日本一新菌学会の表記に従い、ニューモシスチスイロベチーと表記する。イロベチーは人に対する絶対寄生菌で一般的培養が行えず、ラットやマウスなど他の実験動物にも感染させられないことから、生活感は全容解明されていない。 しかしながら、顕微鏡観察などで、シストと栄養体、プレシストと少なくとも3つの発育型があることが分かっている。このうち多くを占めるのは、シストと栄養体の2つで、シスト内の方子が発芽して栄養体に変わるほか、栄養体自身も分裂して増殖する。イロベチイは当初原虫として同定され、真菌に再分類されるまでには長い議論があったため、 生活感に関する仮説には幻虫を想定したものも多いという。イロベチーの栄養体は分裂酵母などでいう栄養増殖と同等だと考えられている。栄養体は単細胞で多様の肉質虫様形態をとっており、宿主細胞と強く結合する。球状のシストはやがて厚い細胞壁を有するようになり、シノウ状のシスト内で八つの胞子ができた後、 シスト壁の破裂とともに、外へ放出される。放子放出後、シストは三日月状に潰れ、染色した組織で確認できることもある。遺伝子型は、栄養体で一倍体であり、その後融合して二倍体の接合子を作り、原数分裂とあり糸分裂を経て八角のプレシストとなる。ニューモシスチス属は一般に、その種の寄生宿種である哺乳類の、 肺包上被細胞上必細妨害で観察される、色チーの縮主は前述の通り人である。ニューモシスチス肺炎は、高天性免疫不全症候群患者や、臓器移植後などで、免疫抑制状態にある患者に日より未感染を起こすことから医学的に重要な菌である。正常な免疫状態の人では、常在菌として存在しており、元は、軽機動的に感染すると考えられている。 発症後の予後については、ヒエイズ患者の方が進行が早く、致死率も高いとされている。これは、ニューモシスチス肺炎の病態がイロベチーに対する、過剰免疫で二次的に起こる肺障害であり、免疫機構が破綻している、エイズ患者では反応そのものが起きにくいためと考えられる。また、エイズ患者では、CD4 陽性 T リンパ球が200個。 ニューエル未満になると発症しやすい一方で、ヒエイズ患者では必ずしも完全な免疫抑制状態でなくても発症し得ることが知られている。ニューモシスチス肺炎の肺組織にはグロコット染色が有用である。組織像は急性微慢性間質性肺炎と同様で、ガラス膜が形成され、通型肺包状皮細胞が造成しているほか、肺包内には HE 染色で、 抗衛を人生に染まる放末上進出物が見られる。イロベチーは一般的な抗心菌薬の多くが無効だが、これは細胞膜に含まれるのがエルゴステロールではなくコレステロールであるためである。原中症治療に用いられる s t 合剤やアトバコン、ペンタミジンに感受性を持つ。また、ジアフェニルスル本も用いられている。当初は宿主特異性が知られておらず、 ラットヒトユライカブに対し、まとめて、ニューモシススカリニとの学名が与えられていた。ニューモシステスイロベチートの名前が、初めて提唱されたのは1976年のことで、JK フレンケルは、ヒトユライカブをラットユライカブと別種として命名するよう提案した。この名前は、チェコの寄生中学者、オットイロベツにちなむもので、彼は1952年に、 人のニューモシスチス肺炎流行を報告した人物である。DNA 解析の結果、ヒト由来株とラット由来株の間に大きな差異があると分かり、この名前は1999年に再提案されて広く使われるようになった。種商名の発音について、ストリンガーらは E ローヘッド G、ヘンリーはノーモシス、ティズイエローヘッドゼとしている。日本語天気には 多くの表記揺れがあるが、2007年に日本維新金学会は、入門室地ジラベキーについては未だに日本語表記が定まっていないために、臨床的あるいは教育的に混乱をきたしております。そのため、我が国の維新金学領域を代表する本学会において本金に対する日本語表記を決定することを日本細菌学会及び日本医学会から求められましたと発表し、 パブリックコメントを経て、ニューモシスチスイロベチー表記を採用した。当初、ニューモシスチスは、厳重と考えられており、その命名規則には、国際動物命名規約が採用されていた。国際動物命名規約に従った場合、愛を重ねない P、P ジラベッキーが正しい学名となる。その後新規に再、SI、分類されたことから、国際藻類、金類、 植物命名規約が採用され、学名は愛を重ねるニューモシスキスジラベキーへと変更された。現在国際総類、菌類、植物命名規約では、1976年の論文を英名の転居として認め、さらに規約中の第45条、要例なので、学名変更の一例として触れている。ージラベッキーのタイプ標本並びにエピタイプは、1960年代に、 行われた人の冒険例から採取されたものだった。現在人由来株にピーケリーニーとの学名を使うことは誤りであるが、この学名はラットからの分離株をタイプ標本としてラット由来株の学名として用いられている。しかしながら、イロベチーとカリーニーの種差しが遺伝的に証明されたことから、欧米では携帯学的な際が必要だとして学名に意義を唱える学者もいる。 人感染を起こす種の学名変更により、かつてカリニ肺炎と呼ばれていた疾患は、ニューモシスチス肺炎、ニューモニアと改められた。英字では、ニューモシスチスカリニ肺炎を意味する、ニューモシスチスケリーニーニューモニアの頭文字をとって、PCP という略称が広く使われていたが、学名変更に伴った混乱を避けるため、便宜上、頭字語は、ニューモシスチス肺炎を意味する。 ニューモシスチス・ニューモニア由来として扱われている。イロベチーは人に対する絶対寄生菌であることから培養、不可能である。このためニューモシスチス属のゲノム解析は多くが実験用ラットに感染させ維持できるニューモシスチスカリニの研究に依存していた。その後、18S ナやその他の酵素、タンパク質遺伝子の解析で 原虫から真菌中の死脳菌類に細分類され、同時にヒト感染株と、その他の哺乳類に感染する株に、大きな遺伝的差異があることが判明した。現在は、ニューモシスチスカリニと、イロベチイなどニューモシスチス属に含まれる他菌種との、ゲノム比較ができるウェブサイトも存在する。イロベチイのゲノムは、気管支配法洗浄液からのサンプルでシークエンス、された。 この論文によれば、イロベチイのゲノムは、グアニンシトシンガ有量が少なく、病原性因子、またアミノ酸性合成酵素の多くを書いていると指摘されている。初めてニューモシスチス属の存在を報告したのは、ブラジルの微生物学者、カルロス・シャーガスで、彼は1909年に実験動物から見つけた、この生物を報告したが、本人は、シャーガス病を引き起こす原虫。 クルーズトリッパノソーマの生活観の一部だと誤解しており、後に人感染するトリッパノソーマの一種として、両者をまとめ、スキッツトリップナムクルージーと名付けて報告した。ニューモシスチス属のシストが同じく、ブラジルで見つかったのは、翌1910年で、報告者はイタリア人微生物学者のアントニオカリニだった。1912年には、 当時パリのパスツール研究所に勤務していたデラノエ、夫妻がカリニから送られたラットの肺組織切片からニューモシスチスを見つけ、新種の原虫として新しい族を建てることを提案し、カリニの名前を取ってニューモシスチスカリニニューモシスチスケリーニーとの学名を付けた。ニューモシスチスが人病原体であると分かったのは1942年のことでオランダ人研究者ファン。 デルメールとブルフフは、先天精神疾患を抱えていた3歳児、また104件の冒険コ法ォートに含まれていた4歳児、21歳成人の計算権を報告した。それから9年後の1951年、チェコスロバキアにあるプラハカレル大学のヨゼフ・バニエクは、ニューモシスチスカリニが、肺炎の起因菌だと診断された子供16人の肺組織を研究して発表した。 翌年、共同研究者だった夫を色別が、商人のコフートで、間質性形質細胞性肺炎の流行を調べ、仮には、新生児の間質性肺炎の原因であると発表した。その後の研究により、人から分離したニューモシスチス株は、ラットなどの実験動物に感染させられないこと、またラット由来株とは、生理学的細や、病原性因子の違いがあることが分かり、 1976年にフレンケルから人病原性株は一つの独立種であるという論文が出された。彼はこの種をニューモシスチス・ジラベッキーと名付けた。人感染株をイロベチーと解消することには長年の議論があり、現在でも論文上は両者が混在している。その一方でイロベチーという名前は人病原体に限って使われているものの、 仮にという名前は、様々な動物種の病原菌の名前として、扱われていた。フレンケルをはじめとした研究者たちは、当初ニューモシスキスを原虫と考えていたが、1988年には、リボソーム RNA 解析から新菌類と、示唆されるなど、細分類が考えられるようになった。その後、百九十九年までには真菌である、ことが確実となり、国際総類、 菌類、植物命名規約に基づく学名へと変更された。最近の研究では、酵母などと同じ種の菌門の特殊でごく原始的な属であることが分かっている。人を含めた霊長類各種で、タネコユに感染するニューモシスチスが見つかっており、このことから別種に交差感染はできないこと、またそれぞれの宿主生物と共振化してきたことが推測されている。 ニューモシスチス属で学名が付けられたのは、人感染するイロベチー、ラットに感染するカリニ、マウスに感染するピームリナ、ラット由来のベッシュピーウェイクフィールディ、ウサギ由来のピーオングタラギーである。人から、ニューモシスチスカリニが検出されたという論文は、古い分類、学名に基づいたもので、ラット由来のカリニが、実際に人感染すると示すものとは言えない。 1990年代には、ニューモシスチス属は仮に一種として、中間階級を設定し、異なる哺乳類由来のタクソンを特別品種と扱うことが提案された。例えば人由来のものは、ニューモシスチスケリーニー F、オア、FSP、ホーミニス。また、原種のラット由来株は、ニューモシスチスケリーニー F、オア、FSP、ケリーニーと呼ばれる。 イロベチーの名が認められた後も、一部の研究者はこの、タクソンを使用している。シャーガスが最初に見つけた、スキッソトリプナムクルージーこと、ニューモシスチスには、固有種として学名が付けられていなかったが、論文精査の結果、ニューモシスチスカリニであると判明。レッドヘッドラは先、ナケンの問題を回避するためニューモシスチスを、国際総類、金類、 植物命名規約に基づきタイプ指定し、シャーガスが同時に報告したクルーズトリパノソーマを国際動物命名規約に基づきネオタイプ指定した。これによりスキッツオトリプナムのタイプ種はクルーズトリパノソーマということになり、ニューモシスチスを問題なく使用できるようになった。ニューモシスチス属には未発見種が多数あると考えられているが、哺乳類から見つかった。 未明名手は直接的な観察というよりは肺組織や肺放射上液からの分子サンプル分析で発見されている。ありがとうございます。